シーメンスギガセット A165 デクトとは、欧州電気通信標準化機構が1988年に策定したデジタルコードレス電話規格である。規格はデジタルコードレス電話向けに開発されたが、IMT-2000 の要求事項も満たすため、国際的には携帯電話の技術的条件の一種である。欧州、オーストラリア、南米、アジア諸国で使用されている。 日本では2010年10月26日に総務省令のデジタルコードレス電話の無線局の技術基準が改正され技術的条件の告示が制定された。また2011年3月に電波産業界も標準規格を策定した。技術的要件の文脈で 3G 相当であることから日本向けて区等交代域デジタルコードレス電話と呼ぶこともある。 無線 LAN 使用周波数である 2.4GHz 帯と被らないため渾身の影響が少ない特徴を持つ。次世代デクトとも呼ばれる CATIQ は自衛通信向きに高品質音声やインターネットとの接続性を提供する。ブロードバンド回線に接続されたホームゲートウェイ等を親機とする。これまでコードレス電話市場にて培われた低コスト性、低消費電力性から センサーネットワークに向けた仕様の制定も進行している。アプリケーションは音声ストリーミングや内線通話、ビデオ会議など無線 LAN が苦手としていた分野を想定しており、すでに普及している PC やゲーム機等の無線 LAN による通信の置き換えを狙ったものではない。IP ベースのホームゲートウェイをベースとしてフィックスとモバイルコンバージェンスの一種とも捉えられている。また、 日本国内においては、NEXT GENERATION ネ,ネットワークとの絡みもある。IoT 向けには、デクトライという企画も策定されている。総務省令、国示にデクト方式の技術基準、技術的条件があることは、外国仕様のデクト方式のコードレス電話が日本国内で使用できることを意味するものではない。日本国内では、技術基準適合証明と、 技術基準適合認定の両者が認証された技的マークを表示した製品を使用しなければならない。なお、日本で許可された周波数帯は 1893.5MHz-1906.1MHz 間の5波である。これに関連して2012年2月14日、日本でのデクト普及促進のため、デクトフォーラム内にその会員となっている日本企業7社からなる ジャパンワーキンググループが設立された。その活動としては、例えば一般消費者が小売店でデクト方式の製品を見たときに容易にそれが判別できるような統一ロゴマークの制定と普及を進めていくことになっている。ありがとうございます。